一人一人の技術が輝き、6人全員の揃った振りと思いが詰まった表情が描かれた3年生チームのための心のダンスで圧倒的なオーラを放つ相模さん。たくさんの人を魅了させることができる相模さんは、私たち後輩にとって憧れの存在です。動きあふれる綾音さん、UFO キャッチャーが大好きで子供みたいにはしゃぐ可愛い綾音さん、でも舞台に立つ綾音さんはみんなの目を奪うほどの魅力を持っていて、かっこよすぎる存在です。演技中はめちゃくちゃかっこいいステッパーで、笑顔はキュートな結婚前の優也さん、いつも一緒にふざけてくれるけど時には真剣に相談に乗ってくれて、たくさんの愛を感じました。みんなの姉貴タエさん、タエさんのことを知れば知るほど優しさにあふれるお姉ちゃんのような存在で、みんなの面倒をたくさん見て可愛がってくれる素敵な先輩でした。口を開けば必須当分、水木さん。超ネガティブな思考だけど、水木さんが思ってるより何倍も何十倍も魅力にあふれる人です。みんなに愛され努力を惜しまないみっくんは大尊敬で大好きな先輩です。いつもニコニコ優しい周平くん、チームではポメロのリーダーとして人一倍チームのことを考えて引っ張っていました。そんな姿は僕らの憧れで、たくさん大きな背中を見せてもらいました。6人それぞれの個性が光りながらも一つに まとまりのあるポメロの演技、その裏には私たちが計り知れないほどの努力と葛藤があったと思います。3年間誰一人欠けることなく6人で本気で考え、笑い合い、時にはぶつかり合いながら作り上げてきたポメロのチーム力と世界観、ポメロにしかできないこの6人だからこそできる演技、ポメロの演技を見た人全員がその世界観に引き込まれ感動し憧れを持つ、ポメロのチーム力とたくさんの努力は多くの人の心を動かしていたと思います。そんな先輩方の背中を近くで追いかけることができ、後輩一同とっても幸せでした。そして私たちが悩んだ時には優しく寄り添い相談に乗ってくれる先輩方の人柄は優しさにあふれたくましかったです。そんなポメロの6人が大好きです。ポメロの皆さん、バトンダッチの舞台、3年間一緒に戦ってきた6人全員で精一杯見せ切り、精一杯楽しんでください。ここでしか見られないポメロの3年間の集大成、ポメロの思いが詰まった3分間をぜひお楽しみください。ハンカチのご準備をということで、続いてのチームはポメロ。Take a look.
頑張ってますよ。応援されてるチームだなって感じました。すごかった、本当にすごかった。ありがとうございました。ありがとうございました。それではポメロを代表して周平さんから、コメントをいただきたいと思います。お疲れ様です。10代目コメロの周平です。本日はお忙しい中、僕たち19代目の引退公演にお越しくださり本当にありがとうございます。去年アドリブでいくと言いたいことがまとまらないと学んだので読ませていただきます。本当に今日この日を迎えるまで本当にたくさんのことがありました。その中でも僕たちの中で大きなきっかけになったのが去年のデライトイーストで、とても悔しい負け方をして、でもその負けがあったからこそ本当にたくさん自分たちが本当にこんな大勢の方に支えられているっていうことに気がつけて、本当にこの3年間分の感謝を伝えようと思って今回のラストデライトに臨みました。ラストのこのショーケースは愛と感謝をテーマにして、これまでポメロを伝えてくださった人たちに感謝と愛を伝えようっていうテーマで、ショーケースを作りました。結果としてジャパンでは勝てなかったんですけど、2年生の時みたいな悔しさは全くなくて、それは多分僕たちのパフォーマンスを見て泣いたって言ってくれた人が本当にたくさんいて、優勝するっていう以外の僕たちのもう一つの大きな目標を誰かを感じさせるっていうのがもう一つの大きな目標だったので、本当にそれを達成できたことは本当に嬉しかったです。一番嬉しかったのは2年生の時からコーチングしてくれてる千山さんがジャパンのステージを見て泣いてくれたのが本当に嬉しくて、本当にそれだけで救われたし僕たちの誇りでした。千山さんだけじゃなくてずっと気にかけてくれた先輩や慕ってくれる後輩、チームメイトの保護者の方、田沢君の同期やライバルがいたから本当に僕たちはここまで来れたと思っています。今日もゲストでもみんなすごい感動させてもらって、本当に幸せな環境でこの3年間過ごせていたんだなってすごい今日実感しました。その中でも僕が一番感謝しているのはやっぱりチームメイトで、本当にこの5人がいなかったら今日このステージに僕が立てれないと本当に思います。まず須田くん、3年間同じチームの相棒として一緒に切磋琢磨してくれて本当にありがとう。須田はあんまり自分の思っていることを話さないけど、ずっと頑張ってるのは本当に分かってて、めちゃめちゃ上手いのも本当に知ってて、だから結果はついてこなかったけど、それより結果よりもっと大きいものを須田と共有できたってことが僕は本当にすごく嬉しかったです。本当にありがとう。タイヤと僕はちょっと似てて、素直じゃないところが結構ある人だなって思ってて、それこそ2年生までは
ちゃんとチームメイトって思ってもらえてるのかなっていう心配とかもちょっとあったりはしたけど、本当に最後のデライト期間ではタヤの一番の居場所がコメントになってるなって思えるような出来事がたくさんあって本当に嬉しかった。本当にありがとう。次に次にあやね。あやねには本当にこの3年間すごいお世話になったと自分では感じてます。特に人間的に成長、自分が成長できたなって思えることはあやねのおかげだなって思えることが本当に多くて、本当にだらしない自分にダメなことはダメ、嫌なことは嫌ってすごいずっと言い続けてくれて、だからこそ僕はコメノのリーダーでずっと居続けられることができたと思ってます。本当にありがとう。その身の存在は僕の中で本当にこの3年間大きい存在で、プレイヤーとしてもだし本当に人間としてもいつもチーム全員のことを見てくれてて、だけど自分勝手な僕の意見とか感覚とかにも近づこうってしてくれてるその身に本当に甘えてしまっていたと思います。その身と前話した時に僕にすごく感謝してくれてるって言ってたけど、僕もその身は本当に感謝してて、その身がいたから僕もポメドのデモを自信持って作れていたと思います。本当にありがとう。最後に水木、水木と本当にこの3年間仲悪かったのか良かったのか本当によく分かんない感じだったけど、たくさんやってきて本当にめっちゃ言い合いしたけど、最後のデライトでは水木が一番楽しんでて、僕が逆にずっと緊張しっぱなしで、自分がずっと水木を引っ張っていかないとって思ってたけど、いつの間にか僕が水木引っ張ってもらっていう側になってて、本当に、なんかすごい偉そうだけど、本当に強くな、頑張って強くなったなって、本当に。本当に最後一緒に戦ってくれてありがとう。この5人にたくさん支えられていきました。本当に今日この日まで僕をつないでくれてありがとうございました。本当に6人で誰一人欠けることなくラストデレットまで来れたことが本当に一番嬉しいし、本当に支えてくれる人がいなかったら本当にこんなことできなかったと思ってます。こんな恵まれた環境で現役生活を送ることができたのも本当に DSP のおかげだと思ってます。 DSP に入って本当にもうめちゃめちゃ愛ある先輩とか後輩とかに出会えて、本当にその愛のおかげで3年間駆け抜けられて本当に良かったです。本当にありがとうございました。本当にラストのデライトで見る景色、全メンバー揃って見る景色は本当に違うから、今正規チームとか普通のそのチームとかで悩んでて苦しいって思ってる人がいるかもしれないけど、絶対にここでしか見れない景色っていうのがあるし、それを乗り越える価値があるものだと本当に思うので、今苦しい人は本当に頑張ってほしいと思います。頑張ってください。ここでポメロとしての活動は一旦区切りとなりますが、これからもポメロのメンバーとして DSP の変わらない応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。愛のこもった素敵なコメントありがとうございました。それではもう一度ポメロの皆さんに